もはやプーチン大統領による脅しだと侮れない。ロシア住民投票で急激に高まる核使用の現実味。ロシアが事実上の支配を確立している地域であるウクライナ東南部の4州、ドネツク、ヘルソン、ルハンスク、ザポリージャにおいて、9月23日から27日の期間に、同地域のロシアへの編入に関する住民投票を実施した。結果はまだ明らかになっていないが、賛成多数で4州はロシアに編入される可能性が高いとみられている。長期化するウクライナ戦争は、この投票によって新たな局面を迎える。安全保障と歴史的正義を主張。ウラジーミル・プーチン大統領は21日、住民投票について国民向け演説の中で、これらの地域の住民が、自らの未来を自ら決定したいという真摯な思いに応えないわけにはいかない。住民投票の実施のための安全な状況を保障するためにできる限りのことをすると述べた。そして、いかなる結果であろうと我々はそれを支持すると言ったのである。つまり、住民投票によってロシアへの編入が可決されれば、ロシアはそれを受け入れ、ウクライナの一地域であった領土をロシアのものとすることになる。これは一体いかなることであろうか。第二次世界大戦以後、このような形であからさまに領土を拡大するようなことが、ロシアのような大国によって行われることになろうとは思いもよらなかったことである。それも2014年のクリミア併合に続いて2度目である。ロシアはどこまで行こうというのか。ロシアや4地域の代表者らが主張する住民投票の根拠は、安全保障と歴史的正義である。安全保障というのは、ウクライナ軍が攻撃してくるからということに尽きるのだが、特に生活インフラへの攻撃を問題視している。これは前線の奥地に位置する都市や集落への砲撃、ドローン攻撃などを意味している。ウクライナに供与されたハイマースといった攻撃兵器によって可能になったものなのだ。プーチン大統領はアメリカや北大西洋条約機構 NATO がウクライナに武器を供与することによってウクライナを利用してロシアを破壊しようとしていると言って怒っているのである。勝手といえば勝手な話ではある。しかしアメリカがそのような意図を持っていないかといえば持っていませんと心から言えるアメリカの要人は少ないのではないだろうか。では歴史的正義とは何だろうか。これはプーチン大統領も演説の中で歴史的土地であるノボロシアとして言及している。ノボロシアとはまさにドンバス地域、ドネツク、ルハンスクやクリミア、ヘルソン、ザポリージャ一帯を指す地域名称であり、新ロシア圏という行政地区が定められていたことがある。摂著、地政学と歴史で読み解くロシアの行動原理で当時の経緯について説明してあるので、興味がある読者には読んでいただきたいが、簡単に言えば、18世紀の後半、エカテリーナ女帝の時代に、オスマン帝国と戦われた2度のロシア・トルコ戦争によって、当時のクリミア半国というタタール系国家の支配領域をロシアが獲得した。その地域に設定されたのが、新ロシア圏、すなわちノボロシアであった。その領域は、アゾフ海沿岸部からクリミア、ドンバス、ザポリージャ、ヘルソン、オデーサまでを含むものであり、まさに住民投票によってロシアへの編入が問われようとしている地域なのである。4地域併合でウクライナ紛争は新たな局面へ。住民投票に基づく4地域のロシアへの併合によって、ウクライナ戦争は新たな局面を迎えることになる。これまでのロシアの特別軍事作戦は、ロシアが独立を承認したドンバスの解放に同盟国として協力するという建前だった。しかし、これらの地域がロシアに併合されることになれば、これはロシアそのものの防衛ということになる。外国のために戦うというのは、
同盟に基づく協力であったり介入であったりするわけだが、国土を防衛するというのは国家の基本行動であり義務である。つまりこれまではロシア軍の一部による作戦として戦闘が遂行されていたわけだが、防衛行動となると持てる軍事力をすべて投入し、場合によっては総動員をかけて戦う大義名分となり得る。これはウクライナを見ればわかる。ウクライナは国家防衛のために総動員をかけ、成人男子のほとんどが徴兵されているため、兵員の数ではロシア側を圧倒している。それがロシアの作戦を食い止め、紛争が長期化している原因である。しかし、ロシアが大義名分を得て、国民の支持のもとに兵力の投入を拡大することになればどうなるか。これが紛争の新たな局面を迎えるということの意味である。確かに戦闘経験や軍事の技能を有する予備役を部分動員することについてはロシア国民の中にも動揺が見られる。国外に逃亡しようとしている人が急増しているとの報道もある。しかし徴兵の忌避は処罰の対象になるし、いつまでも逃げ続けられるわけもない。ウクライナは国家総動員体制で戦っているのである。一般人を戦闘に動員するリスク。問題は一般人が戦闘に駆り出されることでどのような結果が生まれるのかということだ。ロシアではこれまでに比べて社会不満が強まるリスクが高くなるだろう。ウクライナは侵攻されたためにやむを得ず戦わざるを得ない状況に追い込まれているのだが、ロシアはやめようと思えばやめられる立場にある。この状況で一般市民を戦闘に動員するというのは、一般社会において受け入れ許容の範囲を超える可能性がある。そうなると、プーチン大統領への高い支持率が急激に下がる危険性がある。しかし、ロシアがウクライナによって、そしてその背後にいるアメリカと NATO によって攻撃されたとしたらどうだろうか。祖国防衛のために戦わざるを得ないという状況が生み出されることになる。ドンバス、ヘルソン、ザポリージャのロシアへの編入という事態は、ウクライナ側が攻勢に出て攻め込もうとしている地域をロシア領にすることで、祖国防衛の大義を生み出そうということなのである。国民は部分動員と歴史的ロシアの回復という2つの出来事を同時に突きつけられることになった。プーチン政権による対ウクライナ戦略は、国民の反発や支持率までを十分に検討して決定されていると言わざるを得ない。看過できない核使用の可能性。もう一つの大きな問題が核の使用の可能性である。プーチン大統領は21日の国民向け演説で、核兵器を含むあらゆる手段を行使しても、ロシアの領土一体性、独立、自由を保障するのだと宣言した。これはただの脅しだろうか。そうではないだろう。国民の動員による戦争に突入しようとしている今、もはやただの脅しとして侮るわけにはいかない。核の使用のきっかけとして最も可能性があるのは、ザポリージャ原発への砲撃だ。ロシア、ウクライナ双方が相手側による砲撃だとして互いに非難しているが、実際に同原発を占拠しているのはロシア側。ロシア支配地域の北端にあり、前線に位置しているため非常に危険である。ザポリージャ併合後に、万が一ここに砲弾が当たり原発事故が発生すれば、ロシア側はこれをロシア領への核攻撃として受け止める可能性が高い。そしてそれに対して核による報復に出る可能性もあると考えられる。そう考えると核の使用まで秒読み段階にあるのかもしれない。そもそもこの紛争はウクライナの NATO 加盟を防ぎ中立化しようという安全保障上の取引がアメリカや NATO 側に受け入れられなかったことから、実力によってそれを実現しようとして始まったものである。当時の戦略目標はもう一つあり、それがドンバスの解放であるが、それもロシアへの編入ではなく独立であった。3月には停戦交渉が大詰めまで行ったが、結局ウクライナ側が引き返してしまった。
ロシア側はこの交渉決裂はアメリカの介入があったものだと考えている。つまり、ドンバスの解放、独立、ウクライナの非武装中立ですぐに決着できるはずが、ここまで長期化し、さらに一般国民の動員まで踏み込ませたのは西側のせいだと認識しているのだ。